今回はようこそ実力至上主義の教室へ第4話に対するネットの反応、感想を紹介します。ではご覧ください。綾小路と喧嘩し友情が芽生える遊園。誰からもチョコをもらってないと聞いて、軽井沢さんから隠しきれない喜びが漏れてたのに、実は嘘かよ。軽井沢さんのチョロカワを堪能した。遊園からのチョコはないのかな？山内の最大の見せ場はこれからあるから、軽井沢が可愛すぎる。やっぱり軽井沢が一番だ。軽井沢のシーンが長い。早くニューの背を見せろ。あの人気キャラの売春もバレてた。誰からもチョコもらってないって嘘かよ。軽井沢大勝利がぬか喜びに終わったわ。綾小路に渡した5人って軽井沢、桜、同グループの長谷部は確認できたけど、あとは誰？堀北は渡した感じしないし、串田が渡すはずないし、一ノ瀬は寝込んでてチョコ用意できないし、佐藤と坂柳あたりか？学校裏掲示板最低だな。山内がやったにしろそうじゃないにしろ絶対絡んでる。あれだけ煽ってクラス崩壊させようとしたんだから退学した方がいい。クラスのまとめ役の串田が息してない。ああいう時まとめられるのは串田しかいないだろうに、犯人は一ノ瀬の噂広めてる坂柳の手の者と同じだろうな。山内止まらないのもはや大物だろ。軽井沢ちゃんが可愛い。軽井沢以外のチョコ渡しシーンがないのは釈然とせんわ。佐藤とか別のところで注目されてもな。原作では全員分のチョコもらうシーンあったのにな。軽井沢に尺を取りすぎたか。来週に他の人からのチョコのシーンあるんじゃない？軽井沢ボイス最高だったな。作画が少し怪しかったがストーリーは面白かった。山内サイコパスが出てた。ヘイト貯めたな。軽井沢人気だな。山内は一気で堀北に泥塗っていたな。こいつやばいな。坂柳と付き合い出して完全に調子乗ってるな山内。山内ってもともとあんなタイプだったっけ？いくらなんでも普通売春疑うか？彼のキャラスレが立ったらスレないが同じような状況になりそう。山内は実に人間らしい男。これから最大の見せ場がアニメである。山内マジでうざいクズだな。書き込み下の3内だろ。橋本、あれで正義って名前なんだ。前回 A 組の杖付き銀髪に呼び出されてたから、何らかの取引したつもりが杖付きの手のひらの上で踊る山内という構図だろ。どうせそれにしても堀北兄妹がポンコツすぎてなえる。いつも相手に先手を取られ主導権握られ引きずり回されてるだけ。初登場時はクール KK 前で主人公に次ぐ、最終的には対決するもさかと思ってたのに。全員からチョコもらうシーンはカットしないでほしかった。佐藤ちゃんは綾小路に振られたが諦めてないから後日渡した。山内うぜえてかカースト上位キャラでもないのに全方位に喧嘩売るやつはあんまりありてないな。山内は綾小路の指示でも受けてるんじゃないのかってぐらい頭岡だけど、作者からしたら便利なキャラよな。山内はカースト虫のヤバい人間だからな。もう串田も主人公の手に落ちたのか？承認欲求怪物の串田はクラスメイト全員に渡しているだろ。串田のチョコは毒入ってそうだな。全員に渡してるなら誰からももらってないそぶりしないような。軽井沢以外にも4人からチョコもらったなんて知られたら、軽井沢が嫉妬で何するかわからないからもらってないと嘘吐いたのは正解か？軽井沢の壁ドン、綾小路興味なくて草。鬼畜だな。軽井沢が可愛いのが全て。山内こいつムカつく。軽井沢、3期は空気だと思っていたがヒロインやってるじゃん。串田が全員に配ってたのなら軽井沢が知らないはずがないんだよな。全員に配らず綾小路に渡してたのなら軽井沢に知られちゃまずいよな。堀北はチョコくれないのか？世話になっているからギリチョコぐらいくれるイメージだけど。佐藤ちゃんのチョコ欲しい。こんな殺伐とした学園で山内が誰にもはぶられもボコられもしなかったんだよな。意外とみんないい奴らだ。嘘ついた悪い男だよ綾小路。売春している篠原か。
一ノ瀬以外にも売春しているキャラいたんだな。他にも売春生徒大勢いるだろ。普通にレイプとかしそうだな山内。坂やなぎの指示を受けてるにしても、山内がみんなの前であんだけクラスの輪を乱すのってデメリット大きすぎない？それにどう見ても捨て駒にされるだろうし、山内のメリットってなんだろう。よっぽどのことがないとあそこまでできないだろ。いや、多分山内は何も考えてないだけじゃないか。坂やなぎの指示とかじゃなく、ロリコンの執念を舐めちゃいかん。山内の醜さは原作以上。面白いからじゃね。綾小路に言われて女の頭に泥かけたり、杖ついて歩いてる坂柳転ばせて笑ったり、自分の快楽優先であんまたのこと気にしてないだろ。何をそんなに怒ってんだよ、つまんねえなって言ってたのが 100% 本音。お調子者なんてメリットとか考えられず、本能のままに生きて周りに迷惑かけるもんだよ。アリスの処女が山内に奪われたら主張やめるわ。だとすると山内の人間性を理解していた坂柳がすごいんだな。前半の軽井沢ちゃん可愛いが後半の山内くんに全部持っていかれたね。山内は正直声優がうまい。原作と比べてもうざすぎる。この学校のモブ生徒の知能指数低すぎんか。どう考えてもエリート集めたようには見えん。綾小路は軽井沢が好き。この噂を流したのは軽井沢ですね。知能犯ですね。僕にはわかります。綾小路は軽井沢が好き。軽井沢にとっては悪い話じゃないな。篠原みたいなちょいブスの売春はリアル感あるわ。山内催眠かけられているのか。恐ろしく暴走しているぞ。エリートを集めた学園のはずなのに、三内はどうして入学できたんだ。さすがに毒図すぎるぞ。エリート集めすぎてポンコツ化したんや。罠と分かっていてもアリスちゃんに誘われたらついていく。お前らだってそうだろ。わずかな希望にかけたいだろ。坂屋凪なら騙されてもいい。山内ってアスペ、いくらなんでも空気読めなすぎ。本人は人気者でいたい、女子にモテたいと思ってるのに、なんで逆なことするのか。坂柳ちゃんがいるからあとはもうどうでもいいと調子に乗ってるんですか。チョコは軽井沢、堀北学、平田、坂柳、龍園で5個だな。お前あいつのこと嫌いなの。ならともかく、お前売春してたの。笑えん声まくりで草や。山内って成績は最低ランクだし、須藤みたいに運動が得意なわけでもないのに、どうやって合格したんだ。 D クラスの判定要員みたいな枠があるのか。山内ははっきりとわかるクズキャラだな。流煙以上にボコボコにしてほしい。軽井沢キャストを竹立つ綾菜にして正解だったな。真っ当なツンデレが見れたわ。今回はようこそ実力至上主義の教室へ第4話に対するネットの反応、感想を紹介しました。この動画が良いと思っていただけましたら、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。